はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではサクスペ3周年記念スペシャルガチャの第3弾ですね。今回はこちらを引いていきたいと思います。デビューキャラとしてユニフォームの相良さんが登場してますということで、一押しキャラでちょいと見てみましょうか。補給上限アップがついてます。で、投手の場合の金徳は鉄腕、野手の場合は逆襲という形になってまして、まあ補給上限アップをね生かすためにも、もうほぼほぼ野手で使うようなキャラでいいでしょうということですね。で、補給上限アップが、まあ、相良さんでいるんですけれども、あとねバス停田中山くんもね補給上限アップを持ってて、まあ、今ちょうどね新戦力を獲得せよということでイベントになってますけれども、なんか補給上限アップポンポーンと出してきたよね。バス停田中山くんということで SR 以上の、田中山太郎は補給上限アップがついてます。ただしレベル40ですね。レベル40で補給上限アップがつきますので、ちょっと解放が必要ということになります。まあ、ただ田中山くん自体はね配布で1枚配っててテーブルとかも見れるんですけれども、まあ、なるみとか東条と同じテーブルですね。で、ただ固有はついてないですと。で、金徳が、野手情熱エルかメッタ打ち、まあ、これは多分選択制になると思います。まあ、せっかくなんで田中山くん一応見てみますか。どこら辺だ、いた。で、東条とかと同じ形になるので45になると練習効果アップ20で、タックは70で、基礎ボーナスが8ついてるという形になりますので、まあ弱くはないですね。練習効果アップ20つくんで45になればね。で、これがさらに PSR になると練習効果アップ30でタックが70の基礎ボーナス8というところになるので、まあ固有がついてなかったとしても使えなくはないけど、相良さんがいるからどうなんだろうね。まあ、使い分けっていうところかな。まあ、そんなところです。で、コツは変わってないはず。バントと守備職人のみになりますということですね。あとは金徳が確定かどうかというところが、気になりますけれども、まだ使ってないのでよくわかんないです。まあ、これ、金徳不確定だったらちょいと使いづらいよね。まあ、そこは確定だと信じたい。まあ、そんなわけで、ガチャの方に。戻りますと、ちょっと待ってね、ボックス、例によってボックスを埋めてこよう。最近きらめきでねボックスを結構開けたんで空きが出てるんですよね。とりあえずここら辺みんな移動させます。適当にここまでか。まあ、あと今回のガチャは一応厳選30キャラのみということなので、そちらも確認をしていきますか。出現割合で、バナーキャラはユニフォーム相良さんと渚ちゃんとはるかちゃんと通常心ちゃんですね。で、それ以外暁守るじゃなくて暁進むくんの方でした。すいません。暁進むくんとなごみちゃん、ミッキー、アーサー、くねちゃん、月田さん、マホちゃん、サイガ、あ、サイガもいるんだ。で、シドレミちゃんも通常バージョンでいるんで、エプレミちゃんの解放に使えますと。で、ナナイも行って、コダカちゃん、まあ、多分コダカちゃんは守備条件アップの、ジャスミン用で入れてるものだと思います。で、新屋敷がいて、マグロがいて、雷がいて、ミサちゃんがいて、鈴木、スバル、赤原、ホムラちゃん、通常の相良さん、で、田中山くんも今回の多分、解放用に入れてるんだと思います。で、シノノメ。にじたに、ビビちゃん、福津、どーもくんということになってます。で、4回目で PSR が1枚確定してて、50連目でバナー PSR が確定してますので、ここはもう50連まで引いていきます。で、タンガチャの方が3回目まではバナー PR が、出ますので、タンガチャをまずは3回引いていきましょう。ほい。3回のうちどっかでね SR とか出てくれるとマジ嬉しいんだけど。渚ちゃん、あれ渚ちゃんって俺もうなんか5だったような気もするんだけど、4だったっけ。なんか割とレベルは高かった気がする。はるかちゃんがレベル低いんだよね。で、心ちゃんはどうだったっけ。なんかスマホ持ってたか持ってなかったかすらわからない。で、これは PR の相良さんです。3回目。
応これでも SR が出る可能性はあるからね。この演出でも出ないけどさ、ココロちゃん。では、10連目に行きます。ここは SR 確定、全部 SR は確定してんのか。ほい、だから確率アップはねしてないからね。最近 SR の確定がだいぶ多くなってるんで、確率アップがないからね、もうほとんど入ってないよね、確定以外。あ、とりあえずココロちゃん持ってなかったわ。俺ココロちゃん、ココロシェイクの方も持ってないんだよね。まあ一応新キャラとしてココロちゃん手に入れましたと。田中山くんが左下に入ってたな今。ちょいと見えたけど。20連目いきます。ほい、ここはバナ、バナだね。なので複数枚入ってるといいけどない。じゃあ反転すればもう相良さんか。あ、反転した。とりあえず相良さんゲット。田中山くん PR。 田中山くんよく出てくんなお前は。俺あとね、暁進持ってないんですよね、実は。いまだに。だから欲しいは欲しい。2種類練習だしね。で、30連目。あれ、ここもバナだっけ。なんかもうよく見ないで引いちゃってるけど。いや、ほんとさ、確定枠以外出ないよね。はるかちゃん、よし。もううちのねパワチャレ選手は独身術必須なんで、野手は。これは相良さんの R か。で、次が PSR が確定ということで、まあ、一応厳選30キャラの中からは出るんで、まあ、わけのわかんないキャラは、まあ、一応いるはいるけどね。ほんと入ってないよね。お、やった、どーもくん、これ解放できんな。7いいね、 PR 出てもね。あ、てかしどれみちゃん全然出てないな。 R が1枚か。しどれみちゃんもね、エプレミちゃん解放用に使いたいんで欲しいんだよな。では次、ここはバナの PSR が確定してます。50連目いきます。こういう虹とかはいいや、知ってるから。結局全部1枚か。あ、なぎさちゃん、よしよしよしって言ってもね、プラゴにはできないよね、どう考えても。いや、なぎさちゃんの PSR プラゴは無理だよ。というわけで他がなんか微妙だったな。まあそんなわけでしたと。とあと、まあもうちょい、ちょっと尺をつないで、チケットですね、なんか割とあるんで、 PSR ガチャチケットももらったんで、補助券も5枚あるんで、何個全部使おう。 PR と10枚も使おう。10、20、30、31、ちょっと開けてくるか。30くらい開けとく。ちょ、35くらい開けときましょうか、ガチャ用に。で、上の方はなんか多分使ってるから途中でブブーってなるんだよね。じゃ、ここら辺から行こう。これさ、倉庫に預けるときに間違えてさ、リーダー変えちゃったりするんだよね。これで30でしょ。いけ、ちょうど30か。もう預けらんない、まあ、ここら辺くっつければ預けられるけど、いいや。ではちょっとチケットの消費に行きます。10でしょ、10でしょ。あ、そうすると1個使えないな。ちょ、PR はいっか。じゃん、まずはじゃあ SR のガチャチケット、これ9枚一気にいきます。ほい。で、最後に PSR を引いていきましょう。まあ、ここ
ここは言うてもね、常設だからね、あまり期待はしない。しぐれちゃん、スバル、いやマジで期待できる。もちとか懐かしいな、もちとか、え、もちとかってもうこれチケットからしか出ないよね多分。いやまあこんなもんです。これ全部きらめきに変えよう。いや全部変えるかどうかは分かんないけど、きらめきにしよう。で SR のガチャ補助券、これ10枚分というか10体分あるんで、これも使いましょう。モチとかさ、こんなにチケットから出る意味あんの、超謎なんだけど。これが浜崎とか、またこれもあれだよね、今出ないよね。カンパチくんがいる。いやなんかあれ、なんかいる、この人持ってなかったんだ俺、というところでしたと。まあ、常設はね本当にもう期待できないんで、まあこんなもんでいいですと。では、PSR のガチャチケット、これは3周年記念でもらったやつかな。今はねきらめきに変えるっていう手段があるんで、まあ、ミキさんよりはやっぱりきらめきに変えた方がいいとは思います。お前か木崎、懐かしいな、なんか懐かしキャラだな。残念だけどきらめき行きだけどね、まあ、PSR はね40まで上げれば 90% で金のきらめきに変わるんで、誰、うどー、お前もうきらめき行きだ。というようなところで、引くものは引いたかね。PSR は3周年記念ね、あのもう先駆けくんに変えたんで、まあ、あと SR は開放用とかなんかで取っときます。あ、なんかこれもうプラゴいけるなみたいなところになったら、で特選チケットはまだちょっと取っておいて、まあそんなところですかね。まあそんな感じで、じゃあ今回はまあ無事ね、ユニフォーム相良さん SR で手に入れることができましたので、まあ、ミート上限アップと守備上限アップと補給上限アップと独身術がついたキャラクターをちょっとパワチャレ用で作っていきたいと思いますので、まあそんな感じで今回のガチャ動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。